おはようございます。今週も1週間満足していきたいと思います。結構髪伸びてきたんですけど、ジェル使うとマジで髪のもっさり具合をごまかせるからめちゃめちゃ楽です。でもそろそろ切りに行かなきゃなと思ってます。はい、というわけで今日は仕事なんですけど、まあ、ご覧の通りめちゃめちゃ天気はいい意味で悪いです。とりあえず仕事向かう準備をしていこうかなと。いいよ、過去の動画見れば一目瞭然なんですけど、400だった気がしてきた。はい、それでは仕事行ってこようと思います。今週も気合い入れて行こうと思います。雨です。マジでやだ。はい、今日の昼です。はい、というわけで仕事が終わりまして、これから帰ります。本日で YouTube の動画、まあ YouTube の Vlog がなんとボリューム100まで、ボリュームじゃねえ、 YouTube の、iVlog100 本目本編を投稿することができました。100本ってことはまあ結構続いたんだなと思うのと同時に続いたなと思いました。で、まあ、あの今までシャープ00いくつっていうのでやってたんですけど、今後はボリューム101からまあちょっとやっていこうかなって、ちょっと考えてたり考えてなかったり、まあ、ちょっとどうなるか分かんないんですけどっていう感じです。本当だったら料理をしたいところなんですけど、あの先日仕事仲間が、まあ、あのこのアボカドと納豆を、まあ、わざわざね、まあ、くださりまして、ただ私先週結構外食が多くて自炊ができなかったんです。自分で買ったアボカドをマークえないわけではないんでしょうけど、まあちょっとね破棄した方が良さそうだなっていう状態になってしまったんで、もうそういうことをね繰り返すのは嫌だなということで、まあ、今回はちょっと簡単ですけど、このアボカドとあとはまあ引き割り納豆でね食べていこうかなと思います。あの決して料理をサボりたいわけではないんです。本当は料理をしたいんですけど、まあですけど多分ギリギリセーフ、まだいける。どちらかといえば食欲よりも眠さの方が強いです。いただきます。しばらくダラダラしてから、まあ、今ねシャワーを浴びて、ちょっと洗い物して明日の弁当も用意したっていう感じなんで、今日はねもう寝ちゃいたいと思います。おやすみなさいませ。はい、おはようございます。というわけで起きました。二度寝を繰り返していたらこの時間です。やばい、ちょっと遅めなんで早く行きます。最近の悩みなんですけど、めっちゃズボンが落ちてきてしまって、ブーツの時はいいんですけど、普通の靴の時これ下踏んじゃうんですよね。いい加減おとなしくベルト買おうか。めちゃめちゃたくさん寝たはずなのに未だに眠気があるんですけど、ちょっと仕事まで時間があんまりないんで、さっさと向かいたいと思います。頑張ります。はい、というわけで仕事は、はい、というわけで今浅草まで来てるんですが、仕事仲間とちょっとご飯に行こうって話なんですが、絶賛遅刻中です。推しと梅、こここっち、あ、おみくじから、ちなみくじから違う違う違う、テンションがおかしい。ああ、すぐ、あ、これが飲みながらでいいですか。はい、じゃあこれで、ジェロージンですね。何ですかそれ。こちらジェラードみたいな、塩昆布明太子、あ、めっちゃいいじゃん。固定じゃないけど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。食べてる間だけ置いてくれる、ふわふわって言ったもん。ウィーだ。それが直接についてくれる当店自慢の卵と料理になってます。卵の中にグリジャケといて、猫背として作られた、こちら真ん中の調味料が入って作っております。そのまま食べてます。吉なに、はい、味見ですね。うん、美味しいですね、これ。美味しいですね、これ。イメさん、ブライテルです。知ってます？なんかシャウエッセンって言っても、それっぽく言えばいらっしゃいませんね、聞こえるの。本当？行ってみて。シャウエッセン。
パレルとかのネタ。初めて聞いた。何？何？醤油美味しい。醤油美味しいね。そうですか。あ、本当だ。はい、ありがとうございます。じゃあご飯早速おかわりしようか。いいよ。いただきます。じゃあニノちゃんのです。いや、まずはこの米からです。そうですね。そう。え、白米食べるのいつぶりってぐらいぶりなんです。あ、大丈夫なの？大丈夫です。うん。うめ、うま。うめですか。うん、うめ。うまいわけだ。あ、ちょっと今日抜粋すると、すいません、ご飯おかわりお願いしたいですか？あ、普通でお願いします。ご飯が何も食べなかった今。米だけで食べたらしいです。いや、やっぱ白米決まりますね。ありがとうございます。美味しい。そろそろちょっと米以外にも手つけますね。そうじゃね、これ全部米に合うやつだもんね。そう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 。まずは何だっけ、ひき肉？ひき肉納豆？そぼろ。そぼろ。何だっけ。本当だ。めちゃめちゃ納豆です。あ、すごい納豆の匂いする。歯ブラシ持ってくればよかったと思いました。これ明太子3切れ入ってるんですけど、3切れでご飯3杯いけます。そして最後の昆布、それもだともう定番だ。定番、うん、納豆以外味が濃すぎてご飯が止まらない。危険です、これは。まあ半端な気持ちで来ちゃいけないです、ここマジで。知らない。いや、やばいです。おかわりお願いしてもいいですか？めっちゃ早い。質問でよろしいですか？お願い。ありがとうございます。え、めっちゃいいですよ。なんかも甘すぎないね。めっちゃいいね。アーティストフレーム。1000円。どれがいい？選ぼう。4枚。これもおもろい。あちらにこれ動画です。え、やばい。動画で後で、はい、行きます。どうですか、タコの鳴き声。え、なんかあのでっかい唐揚げみたいなのはどこにあるんですか？結局それそれ。でもまあまあ高いね。そうですね。あー、ソリソリ、もうお腹いっぱいだ。あ、いえいえ、今お腹空いてきました。どれですか？あ、何ですか？あー、いいバラ。うま、天ぷらチップスあるの？これ？そう。押します。おお、あ、そういうこと？はい。おお、わかりました。はい、いいですか？2分って言われたとき、多分ここの2人とここで多分ニュアンスが違うから。え、あと2分って。意味で2つ。熱い。めちゃめちゃ熱いこれ。食べちゃいます。あっちゃ、よし、じゃあフグレンいきます。あーね、いいね、海外感。はい、カプチーノのシングルでお願いします。同じく店内で。おとい、アイスのモカとカプチーノです。はい、ありがとうございます。あぶれ、かわいい。カプチーノ、いや、めっちゃ可愛いです、ここの。マジでね、うまい、カプチーノ。なんか、よくわかんないけど、うまい。中身のね、会話。ワッフル？マジ、時間ギリギリ。もんじゃ、今日もんじゃ。じゃあ、そうだ。とりあえず飲み物が来る前に、はい、はい、すいませんでした。一分くらい。のんびりしてたらちょっと遅れました。はい、というわけで今日は本当にありがとうございます。普段交流ない方、まあ、それ以外の方いろいろいらっしゃると思うんですが、まあ、ちょっと交流して仲良くなっていただければと思います。というわけで。
はい、というわけで本日は仕事仲間たちとまあちょっといろいろとまあご飯行ったりご飯行ったりアンドご飯行ったりしてまあそこからちょっとまあいろいろありまして帰ってきております。終わったと思わせて閉めますか。はい、というわけで帰ってきました。今日は、まあ、結構充実しすぎて疲れております。さっさと寝ちゃいます。おやすみなさいませ。おはようございます。起きました。寝み。はい、というわけでこれから仕事行こうと思うんですが、まあ、ちょっと部屋がねいろいろ整ってないっていうのがあるんでマジで直近で部屋をガサ入れしてしっかりと整えていこうと思います。今日はめちゃめちゃ調子がいいので早いところ仕事行こうと思います。はい、今のんびり散歩しつつこれから仕事に向かいたいと思います。もともと今日休みだったんですけど、まあ、ちょっと別の人がね別の人のちょっと仕事を変わるということになりまして夕方からの予定だったんですけど、まあ、さらにちょっと早く来てほしいっていうことなんで結局早めに向かうことになります。邪魔すな。はい、あります。仕事なんか負けすぎ。うまそう。いやこれマジうまいですよ。マジでうまい。このメンマもうまそう。いただきます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 。うまい。仕事仲間とラーメンに仕事仲間とつけ麺に行ってました。ちょっと提供が時間かかって終電がギリギリだったんですけどなんとか間に合いました。はい、というわけで帰ってきたんですけどずっと電話をしてたんで動画を撮れなかったです。今日から 1,2,3,4,5,6 連勤かな、また6連勤が始まるんですけどスロースタートでのんびり行こうと思ってます。どっか日中早めに起きれたタイミングでちょっとスーパーでもね行きたいと思ってるんですけど冷蔵庫の中身がもうすっからかん。なんか買いたい。はい、おはようございます。というわけでめちゃめちゃ寝てたらすげえ時間になってました。多分10時間ぐらいは寝たんじゃないかなと思います。今日も仕事なんでっていうかもう家出ないってやばい時間をちょっと過ぎてるんでさっさと向かいます。はい、仕事行きます。仕事で疲れてるっていうよりは昨日一昨日かなんか一昨日物理的に走り回ったりしたんでなんかそっちで疲れて体力があんまり持ってない感じがします。というわけで仕事終わりまして仕事仲間とぐっちゃべっておりました。これから帰ります。はい、というわけで帰ってきました。ちょっとね最近生活リズムがちょっとだいぶ狂ってるんでそろそろちゃんと直していこうと思っております。で、未だにまだスーパー行けてないんで食材が買えておりません。というわけでとりあえずね賞味期限ギリギリ過ぎてる卵でゆで卵作っていこうと思います。うわっ、お腹が空いたけどこれしかないんで。ゆで卵をね食べていこうと。今日は今回はちょうどいい感じになりました。やっぱねタンパク質だけ取ってればとりあえず生きていけるんで。うまっ。もう一個ぐらい。動画編集をちょっとやってからちょっと今シャワーを浴びましてもう少しだけ動画編集やってからね寝ようかなと思います。というわけでおやすみなさいませ。おはようございます。昨日遅く寝た割には早く起きました。本日も仕事です。うん、はい、だらだらしてました。やっと起きます。
ちょっと早いけど入れちゃおう。完成しました。今日のヒレです。鶏肉とブロッコリーを炒めて塩かけただけなんですけど、これがね、ちゃっかりうまい。はい、というわけで部屋もね、いい感じに片付けてこれから仕事行こうと思います。今日で6連勤中の3日目になるんですけど、全然余裕です。まだまだいける。なんか今日は感覚的にモチベがめっちゃ高いんで、めっちゃ仕事頑張ってこようと思います。はい、というわけで仕事が終わりました。仕事仲間としばらくくっちゃべってたんですけど、そろそろ帰ります。はい、というわけで帰ってきました。生活リズムをね、整えますって言った次の日に結局遅くなるっていう。なんか最近若干食欲がなさげなんですけど、まあ、夏バテではないし、とりあえず昨日作ったやつをね食べていこうと。昨日作ったやつをねとりあえず無理やりぶっ込んでいこうと思います。もう最悪、もうこのラップさ、もうこの、わかります、このラップの端っこがミスするこの気持ち。一人暮らししてて一番ムカつくのこれですね。ああ、お前が。はい、というわけで今日のご飯です。これは明日の。仙台土産の塩の方がやっぱり断然うまい。今週末に投稿する動画を編集してて、まあ、それが、完了して YouTube にアップロードし始めたところでシャワーを浴びてきました。まあ、勢い余って来週末投稿する動画もね結構編集したんで、今日も寝ようかなと思います。おはようございます。起きました。いつもよりはちょっと早く起きれたんじゃないかなっていう感じなんですけど、眠い。今日はなんかご飯を食べるほどの食欲もあるわけではないんで、とりあえずプロテインに済ませておきます。食べるものが完全に何もないので、ちょっとスーパーで軽く買い出し行ってこようと思います。クレジットカードをお取りください。ありがとうございます。はい、というわけで帰ってきました。やろう。今日土曜日ってことをすっかり忘れてて、この後全然区役所に行って社保のね手続きをしようかなって考えてたんですけど、ただ久しぶりにワクワクワークのオンラインミーティングがあるんで、まあ、ちょっとそれに参加していこうかなと思います。そこはどこですか？渋谷。あれか、あの B グループの人がよくいる場所だ。ブランドスクエアの。なるほどね。いや、なんかお久しぶりです。僕全然ポークさん久しぶりな感じしないですけど、それね、みんなから言われる。ワクワクワーク、誰も喋ってくれなくなったんで靴でも磨こう。はい、それじゃあちょっとそろそろ出かけようかなと思います。で、出かけて散歩してから仕事行きます。久しぶりに
なんかまともな時間に散歩してる気がします。ガンバスターやん。懐かしい。で、これがくれたやつ。シャケ。シャケ。どんだけ。経過。でも今日は月面にしようかな。あきし。えぐい感じ。うまっ。はい、というわけで帰ってきました。今日はちょっと仕事がめちゃめちゃバタバタして大変だったんで、逆にラーメンモチベが上がりすぎて、はい、仕事仲間巻き込んでラーメン行ってきました。明日5連勤目になるので、ちゃんと備えてね、今日早めに寝ようかなと思います。おやすみなさいませ。あぶねー、うっかり土曜日なのにそのまま何も言わずに寝るところでした。はい、というわけで今週の動画はね、もうここで終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。どうでした。バイバイ。